ジョナタン・ドス・サントス・ラミレスは、メキシコ・メキシコシティ出身のサッカー選手。ロサンゼルス・ギャラクシー所属。メキシコ代表。ポジションはミッドフィールダー。2002年、1歳年上の兄であるジョバニ・ドス・サントスと、共に、FC ・バルセロナのカンテラへと入団、家族とスペインへと移住する。カンテラにおいては、トップチームに定着できなかった兄より常に、 下のカテゴリーでプレーするも着実に進歩を遂げ、フベニル A 時代にはキャプテンを務めた。2009から10シーズンからは、ルイス・エンリケ率いる FC バルセロナアトレティックへ昇格。同シーズンよりトップチームでもプレーした。2012から13シーズンから正式にトップチームに昇格したものの、出場機会の少なさからよくオフにはレアルソシエダへの移籍の話が出ていた。 しかし当時の監督であるヘラルド・マルティーノの存在もあって残留を決めた。2014年7月9日にジョバニが所属するビジャレアル CF へ完全移籍。2017年7月27日、再び兄の後を OEMLS のロサンゼルス・ギャラクシーへ移籍した。国際 A マッチ40試合1得点。ありがとうございます。